こんにちは、泉ひなです。今日はですね、じゃらーん、キャンドゥでお買い物をしてきたので、キャンドゥの購入品を紹介していきたいと思います。はい、今日めちゃくちゃ買いました。もう本当に10点以上買って、結構ね、美容系かな、なんかコスメとかなんかネイルとかそっち系を多めに買ったので、ぜひ最後までご覧ください。それではレッツゴー。じゃあまず1点目はこちら、アイシャドウを購入しました。これが AC6 カラーアイパレット02番というやつなんですけど、これすごいね、6色入ってて色味がめちゃくちゃ可愛かったので買いました。はい、じゃらん、こんな感じになります。これピンクブラウンらしいんですけれども、もう全部色が可愛くないですか。なんかこっちからもベージュ、ピンクでブラウンみたいな感じでどんどん濃くなってるんですけれども、これ捨て色ないなと思って、ピンクも好きだし、あとね、このブラウンもすごい黄土色っぽくて可愛いのでめちゃくちゃ使えそうです。パール感もね、かなり強めなので、私はラメ好きとしてはやっぱたまらんかなと思いました。はい、手に出してみるとこんな感じになります。かなり発色も良くてね、可愛いですね。で、まあ、ちょっとね、粉飛びがするっていうか、すごい粉が固まってね、ポロポロ落ちちゃうので、まあ、それ結構ね、100均特有のアイシャドウって感じかなとは思ったんですけれども、それさえなければ本当にこれ100円とは思えないクオリティの可愛さだと思います。で、本当にウルツヤでめちゃくちゃ可愛い、これすごい。次はこちら、メイクブラシを2本購入しました。ですね、こっちが LJ プチパウダーブラシで、こっちが LJ プチファンデーションブラシということで、まあ、どっちもブラシなんですけれども、こっちは斜めカットのものですね。で、こっちはなんかこう楕円っていうの、なんかそんな感じの丸い感じのブラシになります。これは結構短いんですよ、私のね、手のひらサイズなんですけれども、だからこそなんかこうお泊まりの時とか、なんか旅行に行く時とかにポーチにすごい入れやすいなと思いました。でね、ブラシの密度はね、なんか濃すぎないっていうか、結構密度は低いかな。でも私、密度の低いブラシが一番好きなので、これ本当にちょうどいいし、めちゃくちゃ使えそうだなと思います。ふわふわで、見た目も可愛いし、これ蓋がついてるから使わないときはこうやってね、衛生面的にもすごいいいんじゃないかなと思います。で、次がこちらの、オイルオフスポンジというね、なんかメイク直し用のスポンジを買いました。これは顔の T ゾーンとか小鼻とかテカリが気になる部分に押し当てるだけで、その油分がオフされるみたいな感じのやつですね。これはね、持ち歩き用だからだと思うんですけど、このスポンジプラススポンジ入れる用のケースもついてるので、まあ、これこう入れてカバンにちょちょっと入れたらメイク直す時とかもいいよみたいな感じですね。私はすごいさ、何？お昼とかになると小鼻が結構じゅわっとね、オイルが出ちゃうことが多いので、そういう時にね、こうやってやったら使えるんじゃないかなと思います。今そこまでテカってないか分かりにくいかな。でもこれさ、薄いし、なんかミニバッグの時とかにもさ使えるから、めっちゃいいなと思います。ちなみにスポンジはすごいね、もちもちのふわふわで、なんかきめ細かい感じのスポンジだなと思いました。次はですね、こちらのヘアオイルを購入しました。まずこっちはすごい有名なエリプスのヘアオイルになります。これね、こういう一粒にオイルが入ってて、これで髪の毛をこう潤えるみたいな感じのやつですね。これはもともとすごい有名だったんですけども、キャンドゥってさ、1個100円で買えるとかめちゃくちゃお得だけど、人気すぎてね、なんか1人2点までっていうのが記載があるんですけど、私は今回これを購入しました。これはね、5色くらいあって、色によってその何、効能っていうの、なんかオイルの種類とか効果も全然違うんですけれども、これはね、なんかウルツヤな感じになれるみたいな感じのやつだったと思います。他にもヘアカラーで傷んだダメージヘア用のやつとかもあるにはあったんですけど、私がいたところで売り切れてたんでね、次見つけたら買いたいなと思います。で、こっちはね、初めて見つけたヘアオイルなんですけれども、これミランダってところのやつかな。なんか見た目がさ、すごいパールっぽくて、なんか高級感があって可愛いですし、てかこの種類は全部なんか持ち歩きにめちゃくちゃいいなと思うくらい、こうコンパクトに収まるし、しかもめちゃくちゃいいのでね、買ってみました。じゃあ次はこちら、ネイルを3つ購入しました。これはね、こっち側から、サロンネイルの42番で、この真ん中がサロンネイルのトップコートのマットにするやつですね。で、一番このちょっと種類が違うのがネイルポリッシュのモスグリーンというカラーになります。もう私はさ、このサロンネイルのネイルがすっごい使いやすくて大好きなんですよ。なんかハケが大きいから爪にすごい塗りやすいし、しかもね、これ色味がめちゃくちゃ可愛いなと思って、いつもベージュ系を買っちゃうんですけど、今回もちょっとベージュの、でもなんかこうピンクっぽい感じのベージュのやつを購入しましたが、可愛くない？で、マットは最近ね、持ってなかったし、しかもね、これ塗りやすいこのサロンネイルのマットがあるって知らなかったんで、見つけて買っちゃいました。次はこちら、ネイルパーツ QP のドライフラワーというのを購入しました。これめっちゃ可愛くない？
なんかドライフラワーのチップがついたみたいなやつなのかな。私は普段ね本当にワンカラーネイルしかしないんですけど、たまにはこういう飾りとかつけても可愛いなって思ったし、しかもドライフラワーとかも私の好みど真ん中やん。こんな感じでね、いろんな色のドライフラワーが入ってて結構ちっちゃくて繊細な感じにね出来上がるんじゃないかなと思うので、また使ってみたいなと思います。次がずっと気になっていたこちらのネイルガードというものを購入しました。これ知ってますか？なんか爪にねつけて、なんかネイルってさ、こう乾かない間に動くと結構削れてたりとかすることあるじゃないですか。私は本当によくあるんですけど、それを防止してくれるやつです。はい、これはこんな感じで5個で100円で売ってるんですけれども、これ取るとこんな感じですね。こうやってさ、クリップになっていて、指にこうやって挟めるようになってます。これね1個ずつサイズが違って S、M、L と3種類あるので、親指には L、人差し指には M みたいな感じで、なんか指のサイズごとに付け替えれるのがすごいいいなと思いましたが、5個入りっていうのを見てなくて、両手分私はてっきり入ってると思ってたので、またキャンドゥ行ってもう1個買おうかなと思います。次はこちらマットカラーフラワーポニーというね紙ゴムを購入しました。これ花がついてるやつです。これは花びらのところがすごいねマットで硬い感じの質感で、真ん中にパールがついてるみたいなやつなんですけれども、最近すごいヘアゴムをなくせんですけど常に持ち歩いてて、買おうと思ってたんですけど、これが可愛かったのでね今回購入したので、ポニーテールする時とかに使おうかなと思います。私こういうなんか繊細な感じのデザインが好きで、最後がこちらの靴下を購入しました。これはレディーススタンダードソックスの基本ってやつなんですけれども、わかります？めっちゃモコモコした感じの、なんかねファーなのかな、うん、そんな感じの質感の靴下になります。これは結構短めの靴下なんですけれども、これはスニーカー履くときとか、とにかく白だしめちゃくちゃ使えるかなと思ってます。あと冬だからさ、この質感もすごい可愛い、使えると思うんですよ。絶対使える。はい、ということで今回のキャンドゥ購入品は以上になります。今回はすごい系統偏ってね、なんか美容っぽい感じのやつばっかり買ったんですけど、結構キャンドゥはね実用性の高いものをめちゃくちゃ売ってるのでね、ぜひ行ってみてほしいなと思いますし、ぜひねネイルとかアイシャドウとかぜひお揃いにしましょう。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。キャンドゥ行きたくなったとかね、アイシャドウかわいいねとかね、ネイルかわいいねって、ドライフラワーかわいいねって思ってくれた方、チャンネル登録と高評価お願いします。微妙って思われた方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。